三十日火曜日、現在の時刻は午後二時を回りました。FM 那覇を聞いているリスナーの皆様、こんにちは。ラジオ番組ミヤネのウエーの上パズさあ、約一時間かけてお届けしていきます。 SNS で拡散されてネット上で話題になることをバズといいこの記事バズったこの投稿バズってるなんて私もたまに使ったりしますそこでウェズとバズを掛け合わせた番組名のウェーバーズこの番組では毎回ウェブに関わるゲストをお呼びしてウェブで役立つサービスや情報ウェブで話題の小ネタなどをエディットしていきます。ラジオパーソナリティは私 沖縄のウェブライターミヤネですリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします二十 <noise>、えー、回目を迎えましたミヤネのウェバズイエイということで、えー、本日のゲストは旅するカメラマン鈴木さらささんにお越しいただきました 今日はよろしくお願いします。<laughs> お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは軽く自己紹介お願いしても大丈夫でしょうか？<laughs> はい、皆さんこんにちは。カメラマンとライターをしております、鈴木さらさと申します。えっと私は去年3月に沖縄に移住しました。初心は神奈川です。旅が好きでよくバックパッカーをしてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでね。 旅をしながらカメラマンをやっているという鈴木さらさんさん、えー、いろいろとねこれからがっつりとお話を伺っていきたいと思います、えー、それでは最初に一曲目をお届けしたいと思います一、えー、曲目のにお届けする曲は フジテレビ系の月句ドラマクラゲヒの主題歌になっていますビバリーのアニューデイですビバリーのアニューデイをお届けしましたデジタルの世界は小さなピクセルの集合体現実世界は仲間や個性の集大成 そんなデジタルの世界と現実世界を掛け合わせ社名をピクスと名付けました株式会社ピクスです1年間限定で那覇にオープンカルチャーを通じて沖縄のこれまでとこれからを対話する沖縄ダイアログ那覇のカルチャーを横断的にまた多層的につなげていく新たな発見と創造の場この番組は ウェブマーケティングや SNS 運用代行などを手掛ける株式会社ピ i スとイベントスペースやコワーキングスペースを運営する沖縄ダイヤルの具の提供でお届けいたしますはいそれでは前半戦入っていきたいと思います、えー、本日のゲストは旅するカメラマン <laughs> 鈴木さらささんですよろしくお願いします はいいよろししくお願いします、えー、ツイキャスとユーストリームをご覧の皆様、えーまあ、前髪パッツン <laughs> 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 フリーライターのミヤネです、そしてね、先ほど曲が流れている間にホワイトボードをね <laughs> 見せておいてもカメラに向けてもらったんですけれどもね、写真ツイッターとインスタグラムのアカウント。 ぜひね <laughs>、えー、あ、面白い人だな、す,すごいな、なんて思ったらね、<laughs> フォローしてみてください。いま,また後でご紹介をします。本日は生放送でお届けしています。それでは早速ですが、はい <laughs> えー、まあ、現在カメラマンをしながら時々ライターもしているっていうね、はいえー、サラサさんなんですけれども、 カメラマンを始めたのが、まあ、最初、趣味で写真を撮るのが好きで、はい、高校生ぐらいから写真を撮り始めていたんですよね。高校生の時に、うん、あに父にフィルムの一眼レフをもらってはい、はい、それで撮るのがすごい楽しくて、ええ、私、もともとはあの詩を書きたかったんですね。あ、ポエム 今、あのちょっとカメラに映した作品の中にも全部写真に詩がついてるんですけどそうなんです、ねはい、その詩を何かにつけたかったんですけど作曲もできないしうん、うん、と思ってあこれだと思って、うん、写真を撮って写真に詩をつけ始めたって写真とポエムのコラボって今結構人気ありますよね。はい ええ、目の付けどころがいいですね。<laughs> いやいや、<laughs> はい、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。うんうん、で、それをいつか、あの、個展やりたいなとずっと思ってたんですけど。えー、まあ、あの、いろいろ違うことをやったりとかして、うんうん、でも、えっ、ー、と、初めて個展をやった時に、はい、あの、いろんな人が見に来てくれて。うんうん で他の違う場所でもここで個展しませんかみたいな話とか、はい、そこからそのいろいろ私はそのカメラマンになりたいと思ったことはなかったんですけどうん、うん、その時はの当時は、はいけどあのいろんな撮影のお話をもらうようになって。 えと撮っていく中であのもっと勉強したいなと思って、ええ、スタジオで働いたりとか、はい、本格的にカメラマンに転身していくというか <laughs> そうですね <laughs> あと、はい、カメラマンの人のアシスタントをさせてもらったりとかそういう勉強をしながら、えっと、撮影したりしてましたね、はいはい、でその流れで今、えー、カメラマンになぜかなったという、はい、じゃしっかり修行をね <laughs> 積んでから独り立ちして <laughs>、はい。 んね、いやまだ修行の途中なんですけど <laughs> <laughs>、うん、すごい綺麗な写真撮りますよね。ありがとうございます、うん、なんかねインスタグラムとかでもねあのいろいろ海外の写真とかね中心に発信してるみたいなんですけど、はい、あのー、そのそ旅するカメラマンということで、はい、まあ日本国内もの各地もそうだし結構海外行ってるんですよね。よくあの撮影を兼ねて いあの海外は結構行ってるんですけどやっぱりアジアがすごく好きでその中でもインドが一番好きですね。ははいいインドですかあとはネパールとかあの震災の支援で行ってたんですけどネパールはすごい人が優しくてあの素朴なんですけどあったかくてネパールもすごい大好きな国ですね。はい はい、えー。インドとネパール、<laughs> そうなんですね。はい、なんかそういうそのインドやネパールに行ってどんな写真を。 あの、その、普段、撮ってらっしゃるんですかね。えっと、私が旅をしてる理由は、一つは、あの、作品作りのためで。えっと、沖縄に移住するまでは、毎年、個展を一回か二回は、絶対に開いてたんですけど。東京で。あ、そうですね。東京とか、神奈川で。神奈川、関東、近辺。そうですね。で、えっと、そのための、作品作りのために、写真を撮ってたのが、すごく多くて。それは、あの、人物ばっかり。 撮ってましたね私は人の写真が好きなので人,、はい、人ばっっかり撮ってましたね、えー、でそれ以外はお仕事で旅行代理店の,、はい、あの景色の写真とか、えー、その場所のスポットの写真とかを撮ったりとかあとは現地のホテルの撮影とか。 いいろろすけども結構観光に絡めたその写真とか、はいえー、そっか、人をねスナップ撮影とかもね、はい、現地の方々を、ね、表情とか撮るのすごい難しいんじゃないかっていつも思うんですけどやっぱり結構な枚数パシャパシャっと撮って。はい 何だろう奇跡の一枚みたいなのを選び出すっていう感じですね。うすねうんうん、とかうん、うん、あと子供とかだったら一緒に遊びなながら撮りますねね、うん、<laughs> いい表情を引き出してんか脅かしたりとか、はい、遊んだりしてる中で一緒に写真撮ったりとか、えー、やっぱりなんか仲良くなると普通にただカメラを構えると警戒されちゃったりとかもすると思うしはい、はい、逆の立場だったら自分もえっ 何かな怖いってなっちゃうと思うんですけどそうですよね。なので最初にコミュニケーションをとってからと、うん、ってますね。あのうん、例えばなんかインドの物乞いがすごく多いんですけど物乞いの人たちは決していい笑顔では、うん、近づいてこないんですね。んなんですけどうん、うん、なんかあの「いいからいいから写真撮らせてよ」ってパシャって撮って。 取ってその画面を見せてなんでこんなに可愛いこんなにクールだよとかすっごいもう褒めまくるんですよ。そうするとすごい笑顔になってくれてでその時にもう一枚撮らしてくれるんですよね。もうあっちがなんかノリノリっていうかモデルのキモチ乗せるの上手そうですねそういう感じで撮るのが好きですねあのそれは仕事でも女の子撮る時とかもそうだしあの家族とかウェディングとか撮る時も もうとにかく載せまくりますね。やっぱりカメラ <laughs> いいねーってって。いいね。<laughs> そうですね。もう多分気持ち悪いって思われてると思うんですけど、<laughs> めっちゃ褒めます。ああ、そうなんだ。もう気分を乗せていくというかね、はい、被写体の方々もね。そうですね。えー、そうかそうか。海外とかだと初めて会う人とかが多いから、なかなか最初はコミュニケーションから始まっていくんですね。<laughs> そうですね。撮影するのもね。はい、えー。 <laughs> じゃあ、なんか、だんだんと、こうね、その撮影の回数。をあの、なんだ、こなして、それから、ね、ね、経験を積んでいくと。なんか、そういう人とのコミュニケーションとか、そういう表情の引き出し方とかもね。上手になっていくんでしょうかね。そうですね。最初は、私も、あの、撮る方も緊張してて、特にお客さんとか、うんうん、あの。あと、子供とかにも、うんうん、子供に対しても緊張してたんですけど。うんはい やっぱり子供ってあのあの楽しければ笑うんですけど楽しくなかったら笑わないじゃないですか。<laughs> す素直ですからね、はい。だから笑ってって言っても絶対笑ってくれないからそういうことでいろいろと学びました。 そうなんだじゃあこういうことしたら子供たちは楽しんでくれるんじゃないかっていうことも今だいぶ身についてきてそうですねだいぶちょっといろんなネタをなんかね抱えてるじゃないな持ってますねきっとねそうです人を笑顔にさせるまだもうちょっと修行中です なるほどですね。そっかそっっかか、いきなり撮るって結構大変なことなんですね。そうですね。じゃあ逆に今回はこのモデルさんとど一緒に同行して写真撮ってきてなんていうほが意外と、はい、まあ、こう言ってはなんだけれど楽でではあったりすするのかなそうですね。やっぱりプロの方はうあのもう慣れてるし、はい、表情作りもうまいので。うん、はい。ですけどやっぱり、うん。 距離は縮めようと思ってたくさん喋ったりとか私も実は人見知りだったんですけどもともとはそうなん全然見えないですよねでも今ただのおりになっちゃいましためちゃめちゃフットバークも軽いしいやいやいやそうなんですそうなんですねはあ、なんかいろんなテクニックをね持ってそうですけどなんかその海外の話の中あのに撮影に行った時の話の中ではい これね、最高な撮影だったんですっていうのありますあ、うん。最高な撮影。うん、えっと、もしくは最高な仕事現場だったんですとか。えっとですね、はい、2>, 2年前かな。2年前。年前に、あの、インドに、あの、私と行くフォトジェニックツアーっていう。<laughs> <laughs> <laughs> なんかね、ブログ。 拝見させてもらったんで見ましたこんなツアーやってたんだっていうのをそれは私と一緒に行って女子限定だったんですけど女の子たちが自分も写真撮るし撮られるしっていう感じで一人一冊の写真集を作るツアーを全員すごい面白そうそうですねでそれはやっぱりそのなんかみんなかわいいっていうかあの 美人ばっかりだったんですけど <laughs> <laughs> あの、だから、その撮ってるのも楽しかったし、あのみんなであの試行錯誤しながら、こういういい写真撮ろうみたいな感じでういう あの場面もあるからやっぱり自分が本になりたいっていう人たちが集まってきたんでしょうかねだから結構芸能をやってた人とか人前に立つ人とかも多かったですね何もしてなかった人もいますけどそっか自分の写真集ができちゃうようなもんですもんねそうですねすごいでそれもすごい楽しかったし私がその仕事としてはあの だろういつもはバックパッカーですごい貧乏な旅行をしてるんですよ。そうは見えないけど本当ねひどい宿なんですよいつももう大体水だしねシャワーもそれはもうマストで水なんですけどなんですけどまれてすてそんなその普段のバックパッカー旅から絶対行けないような五つ星ホテルとかに泊まってたんですよ インドを案内する立場なのにこの世界のインド知らないなと思って <laughs> 初めての経験をいろいろさせてもらって、えー、それもすごい、うん、カレーも美味しかったし、はい、<laughs> やっぱりあ高級店のカレーこんな美味しいんだと思って最高でしたね。うんうんうんあ はい、じゃあ食べたものも割と高級高額なそうですねはい、うん、ただなんか一つだけ私があのどうしてもローカルなお店を入れたいですって提案して一個だけは、えーうん、結構ローカルなカレー屋さんに連れていったんですよ最終的というか地元の人たち人気のようなね、はい、うん、うん、それも楽しかったですね、えー、そのギャップ み皆さんどうだったんですか <laughs> ここで食べるのかなでもそのギャップ意外とね<も>楽しめたらね,ね、うん、やっぱそこも知らないとうん、うん、あのインドま綺麗なとこだけじゃないからでもそのやっぱり撮影しに行く場所とかは、はい、あの。 裏路地とか入ったりとか、うん、寺院も巡ったりとか<あ>ガンジス川行ったりとかはい、はい、普段観光客じゃ行かないような場所にあそうですねそういう場所も行ったりしたので結構ローカルなところは見れたと思います、うんはい、普段もうほんと一人で行ってるんで<ー>それすごい楽しかったですねそうなんだ、はい、なんかそういう路地裏とかうん、うん、すごくその地元のローカルな場所で モデルさんとか人をスナップ撮影するとすんごいいい写真撮れませんなんか味のある。そうへたにこう綺麗すぎる場所よりもんかすごい深みが出るというかね写真にね。確かにだから私も綺麗すぎる場所が苦手でだからアメリカ圏とかヨーロッパ圏とかあんまり行かないんですけどすごい綺麗なんですけどやっぱりなんか。 リアル感があるっていうか、はい、人間臭さがある国の方が好きで、うん、インドとかを選んでるのでそういうところでモデルさんを撮れるのはすごい楽しかったですね。へなんかこう街中の雑踏というかこう市場のねごちゃっとした感じとかあんなね <laughs> すごいのここはどこっていうね。はい ああいうところ、ああいうところ行ったらなんかシャッター押しまくりそうですね。面白いものがたくさんありそう。そうでした。面白かったです。そうなんだ。そんなツアーにね、あのナビゲーターとして行ってしまったんですよね。そうですね。え、そっかそっか。第二弾もやりませんかっていう感じあったんですけど、ちょっと悩んでるんですよ。なんか最近声が来たかったんですけどあの。 やっぱりその楽しかったと同時にインドなのでで綺麗な人たちだったのですごい胃が痛くて何かあったらどうしようみたいなちょっとね食べ物が合わないとかねちょっと体調崩しちゃう男があそ触っちたらだとかそっちかうんそういう感じでしたなるほどそっかそっかそういう心配もあるんですねなるほどじゃあちょっとあのここでもう一つ 逆に海外に撮影に行って失敗談ってありますもうえらいことやっちゃったとかえらいことになっちゃったんですなんとか無事収まったけどなんていうえっとですねハプニングありましたハプニングはいっぱいあるんですよね、本当に。あの私、やっぱり大体1か月とか1か月半とか行くんですけど。 自分の作品作りと、うん、あと取材とか頼まれてる撮影とかもすっごい詰め込んでいくのでもうあの宿でも寝る時間なかったりとか寝台列車とか寝台バスで移動してるとか、えー、そういう感じで詰め込んじゃうので体調、えー、1ヶ月から1ヶ月半の,、はい、あのスパンで行ってもスパンというか期間で行っても。 もう、ね、忙しい。時間足りないなぜ<ー>か時間足りない。それ体力持ちますそれが持たなくて。1ヶ月ずっと忙しかったら、<laughs> うね、もうなんか全速力で走り続けて、うもう日本帰る前になんか、 結構それで体調特にインドは崩しやすくて前回この間10月と11月に行ってたんですけどその時はですねなんかデング熱になってしまいまし夫でもうほんとに休んだというかもう動けなかったんですね動けなかったんですけど何個か行かなきゃいけない取材の街があったんで。 38度ぐらいある中ヨガをやってしかも宙吊りする宙づりのロープのロープに宙吊りにヨガの何だろうその動きの中でそうですねアイアンガーヨガっていうアイアンガーヨガはいなんかもう謎なヨガだったんですけどもそういうのとかロープに宙吊りっていう段階でねどんなヨガって感じですけど あとはなんかその街中でも急に意識が遠のいてきてその時は倒れたんですけどもうこのまま倒れたらカメラとか全部なくなっちゃうかもしれないと思ってとりあえず街中ででタンってそうすとりあえずメディアだけ SD カードと CF カードだけ抜いて手に握りしめたまま倒れてて半分無意識でですよね意識が遠のく感じ。 <laughs> もうカメラは最悪もうだめかもって思ってやっぱり体力勝負なところはあるんだね,そうで,すねでもそれも警戒してたんですけど、うん、インド人たちが助けてくれてうん、うん、宿まで連れて行ってもらって優し、うんはいとか、うん、そういうこととかあ,あともう砂漠行った帰りに、はい、あのカメラが動かなくなって電源が入らないとか。 急にバッテリーが切れたわけでもなく、ちょっとカメラの調子が悪くなる。それで使えなくなったりとか、そういうことはいろいろありますね。ね、カメラプロの方はね、最悪最低でも2台持ちしろっていうね話よく聞きますよね。一眼レフ2台と、えっとミラーレスの一眼1台とプロとシータと水中のカメラ。やばい6台ってそれぐらいないと不安。 そっかやっぱり一度そういうトラブルに見舞われてしまうともう大は賞を兼ねるっていうことでできるだけ準備万端でね望むってことですね。そうですねこれは日本の撮影の現場とかでもそういうトラブルが一回あったんですよ。コンサートの時に突然電源が入らななくるってライブの撮影をしてた時に。なのでもう日々それはちょっと。 気ををけててますねは入れそうなんだその時はじゃあたまたまカメラは1台しか持っていなかったえっとそうですねでその時は3年ぐらい前だったんですけどいきなり入んなくなってどうしようと思ったんですけどえっとその会場にあったんですよたまたま。なのでそれ が借りで、あ,てあの別の一眼レフカメラがあって、それを借りて、うん、あ、事なき終えたと。はい、すごい、いいタイミングでしたね。そうなんだ、そう,ですね、そうなんだ、良かったです。うん、へえ、そうですか、やっぱりね。 普段ででさえいいろろあるんでしょうねねきっと、ね、それが海外に行ってしまうから余計、うん、ちょっと日本では考えられないようなトラブルにも見舞われたりとかね,ねあるのかもしれないんですがえー、とじゃあ後半戦では「ですね旅するカメラマン次女その2」ということで <laughs> さらにね あのいろいろと掘り下げて旅をしながら仕事をするってどういうことなのっていうね、はい、デメリットやメリットなんかも、えー、話を聞いていきたいと思いますあとまだ前半少しだけお話があ時間があるので少しだけお話をさせてもらうと、はい、この鈴木さらささん実はね面白い経歴の持ち主なんです <laughs> えっとまあこう、えー、と音楽の専門学校に、はい 行かもともと音楽関係のね、はい、何かしら仕事したいなって思っていたんだけれど、はい、で3歳からタップダンスをずっと並んでいたとすごいですねなんかお嬢様って感じしちゃうタップダンス、ね、そんなことないんですけど、はい、で音楽関係の仕事をしたいなと思っていたんですがなぜか。 アイドルになってしまった <laughs> <laughs> そしてその後ね一旦ちょっと旅に出るんですよね、はい、海外とかにねいろいろありましてなるほどちょっと個人的に聞きたいと思います <laughs> そして再び日本に戻ってきてまたアイドルになってしまった <laughs> でこのアイドルになった理由っていうのが実はあの高校生ぐらいからずっと写真を撮っていてその写真好きが高じて写真展をねやりたいって思ってたんですよね、はいはい、だからえっ、ー、とその写真展をやるためには人を集め ななきゃいけないけ、うん、アイドルになって <laughs> こう自分の知名度を上げて <laughs>、えー、その <laughs> 影響力で。 古典に人を呼びたいと思ってね、アイドルなっちゃったんですよね。そうですね。もう。十年くらい昔。十年くらい昔の話が。うん。ただね、その古典を通じて仕事の、その撮影の依頼が、写真撮影の依頼が。ね始めたのは五年ぐらい。古典は五年前ぐらい。五年前ぐらいですかね。はい。はい。で、そこから、まあ、今から二年半前ぐらいに。 スタジオのアシスタントをやって本格的にプロのカメラマンに転身していくというねまあなんというかあの聞いてるこっちはおもしろいっていう一言ですけどねまあねいろいろね波乱万丈もあったのかもしれないしでも撮られる側をやってたんであのすごい経験いい経験になりましたね撮る時にも。あそっか 取られた経験があるのでモデルさんとかの気持ちがわかるわけですよね。なのでとにかく上げてるわけですね、えー、気持ちを。おー素晴らしい <laughs> やっぱりどっちもやってみるもんですね。そうですね。じゃあの私ね普段フリ,フリーライターやってますけど、はい、まあ編集者と一緒にね仕事を組んで文章をえっ、ー、とまあ手直ししてもらうっていうね、はいはい、編集者がいるんですけど。 やっぱりどっちもやるとどっちの気持ちもわかるから、すごいね。うんうん、役に立ちますよね。はい、そう思います。<laughs> そうか対局にいるね。うん、仕事というか職種というかね、はい、両方やってみるのってやっぱありですね。そうですね。はい、ありがとうございました。<laughs> えーっとじゃあそ,それでは、えー、このあたりで二曲目に行きたいと思います。お えー、2曲目はですヨネズケンシさんのファイアウォールをお届けします爽やかな曲ですヨネズケンさんのファイアウォールでしたそれでは後半戦行ってみたいと思います旅するカメラマン事情カメラマン事情 イエイということで、<laughs> はい、えー、後半戦に入っていきたいと思います。えー、では早速ですけれども、ま先ほど前半でもね、少し話を聞いたんですが、旅をしながら、そのカメラマンをする、はい、仕事をしていくって、はい。いろいろと、普段こう、 オフィスで仕事をするのとは全く勝手が違って <laughs> デメリット、メリットっていうのがねそれぞれあると思うんですよ。はうん、うん、はいい、うん、例えば、えー、メリット、はいはい、だと メリットはとにかく旅が好きなので新しい世界を見れたりとか、えー、いろんな人と出会いながら、はい、それが仕事になるっていうのは、はい、まあすごい楽しいの一言に尽きるわけですすね。はい 自分の地図が広がっていく感じをそれがその記事とかになったら人とも共有とかできるのでそれがすごく嬉しいっていうのとあとその私の記事を見てそこ行きましたっていう声かけてくれる人とかそのメッセージくれる人が結構いてそれも励みになってますね。で今記事記事って言ってましたけどね時々ねライターもやってるんですよね一応メインがカメラマンではあるんだけれどウェブで フォトライターみたいな写真が撮れるライターみたいな感じで沖縄に来てからそのライターの仕事がすごく増えたんですけね。で私、ネット記事がすごく多いのでその記事を読んでまた違うメディアの仕事のお誘とうか依頼が来たりとかっていうことがすごく多いんですよね。 やっぱりじゃあウェブでね、発信してみるものというか、はい、ウェブで記事書いてみるものですね。そうですね、あの二年前とかに書いた記事の件でいきなりメッセージが来たりとか。わかる。みたいな。わかる。すんごい古い記事で。見ましたって依頼来たことな。なん、あります。一本ね。うん、あるんですよ。<laughs> やたらとなんか、いまだに三年。うん ウェブでライターデビューした当時に書いた記事がいまだに読まれてるみたいでそれ見ましたていうのいまだにあるんですよ。と思ってだからやっぱネットってすごいなって思いましたねで簡単にそのやり取りができるじゃないですかインスタとかツイッターとかでもメッセージがすぐに送ってきてもらえるしコミュニケーション取りやすいははい、いい取りやすすでねそうなんですねなるほどえとでは 続いて、はい。 デメリットってあったりします。デメリットもいっぱいあるんですね。これがまあね、それ。そうですよね。いろいろありますよね。なんかその中でも特にこれがねっていうのあったら教えてください。えっと、とにかく荷物が重いですね。カメラもあるからね。パソコン、カメラ三脚、ハードディスク、レンズ。で、あの、まあ、そのバックアップ用のいろいろ、いろいろなものとか充電器とか。プラス普通の旅の荷物で一ヶ月とか行くので。 はい、もう本当に重いのとうん、うん、あとやっぱりそのバックパッカーをしながらなので、はい、あのインドとかそのアジアだとすごい警戒するんですよね。あ<ー>あのやっぱり普通のパソコンとかがない旅と 比べて身軽さが全然違って寝台列車とかで移動しててもうん、うん、カメラだけだったら抱えて寝れますけどパソコンもあってレンズもあって三脚とかも貴重品がういっぱいあるもう気がめ、はい、あのすごい張ってなきゃいけなくてもっとそれが疲れるっていうこともありますね。う 貴重品の管理ね、しかもねもの、はい、が大きいからねそうなんですよね <laughs> あとやっぱり w i f i が不安定な国に結構行くのでそれがあの、画像のアップロード中に突然中断しちゃったりとかはい、はい、記事の更新中にあの。 突然切れて <laughs> 全部消えるとか、わお、わお、それ怖,ーい, <laughs> 怖いですよね。うん、あと日本との時差もあるんで、うん、あのこれを緊急対応してもらいたいですみたいな、これ送ってくださいとかいうのが、はい、夜中に来たりとか早朝に来たりとかしたり、えーうん、っていうのもありますし、はいはい、もういろいろありますね。なるほどじゃあ、こう緊急対応時とか、はい、うんうん。 あの対応しようと思ったらあれつなネットつながなんですよ探すところから始めるみたいなところがあったりとか現地の SIM カードも入れてるんですけど、はいはい、やっぱりそれとデザリングしてもなかなか安定しないネットの。りうん、そうですねやっぱり一番思うのは、はい、海外だけじゃなくてその、はい、日本でもいろんなところに行ったりとかしててうん、うん、特に沖縄ではその離島 をいろんなところ行かせてもらってて、リどうです？Wi-Fi、あ、Wi-Fi はですね、割と使える、いける。いや、でもないんですよね。Wi-Fi はないわ。Wi-Fi ない。鳩間島とかも全くなかったですし、あの全然ないですね。けどあのあのなんかそのインスタとかツイッターとかを見てると、そういう人たちからはあの。 いつも綺麗な海行けていいなみたいな、<laughs> なんかいつも遊んでませんみたいな感じにすっごい言われるし、ええ、私も自分のツイッターとかインスタを見返してると、はい、いいなこの人羨ましいって思うんですけど、うんうん、実際はその、 写真的には優雅に見えるかもしれないんですけど、海にいるの10分ぐらいしかなくて、10分の間に撮影した写真をいかに綺麗に優雅に撮るかと、撮影して、自分のセルフィーも撮って、で、海の中、潜って水中も撮って、で、また次のとこに移動っていうのを繰り返して、10分ぐらいでやってしまうそうですね、もう本当に最高詰め込んでやってるので。 そうですね。はいはい、それを繰り返してたらたれましたね。がいいんだね、じゃねー。いやいや全然手際良慣れちゃったかな忙しい撮影とかに。あの、うん、時間かけて撮れるところは撮りたいんですけど、うんうん、その時は島での滞在時間が1時間ぐらいしかなかったんですよね。沖縄の離島。はい。はい、なんか1日に2個の離島に行かなきゃいけなかったんで。ん船の時間があるかなそうですね。もうそれで、船でついつい撮影に夢中になっててはい、はい、 気づいたら、船の時間がの,の10分前んで。すよですけど、私、レンタサイクリングしてて、2キロぐらい離れたとこに行って、どうしたんですかその、全速力ですね。全速力で行って、レンタカー返して、レンタサイクル。あ、レンタサイクル返して、みんなと行って、間に合っちゃった。間に合いましたけど。素晴らしいバイタリティ。 いやもう締め切ろうと多分してたんですけど、うん、待ってくださいって言ってさ、はい、叫んで待ってくれました <laughs> すいませんでしたあ優しいねの離のね優しいやっぱりさすがに一日に2便ぐらいしか、ね <laughs> でね、待ってって言ってくるとね <laughs> 気づいてくれたりするしますよね <laughs>、はい ああそっかそっか時間忘れてこう撮影にねあの没頭してしまうと、うん、そういうことがあるのね,そうですね船逃しちゃったら大変ですもんねも次の取材に行けなくなっちゃうからううスケジュールがもうガラガラと崩れていくと。うん 写真だけ見てるよりは全然優雅じゃないんですよ、うんうん、<laughs> 裏側も、ねはいろいろ苦労してるんですよね。ね大変な中ねすごい必死になってあこっち撮影してあ移動しては撮影してってやってるけどうん自分をセルフィーで、ね、三脚使ったりとかセルフィーで自分が被写体として入って撮影する時は。 ニコもう、元アイドルですからね、遠くなんて見つめちゃったりしてね、カメラから視線をあえてそらすっていうね、今風の流行りのね、その方が自然でいい感じがね、一人で準備してやってる私の姿、めっちゃ笑えますけどねそうですよね、そうですよね、たぶんその場にいたら、へえ、こうやって撮影してるんだって、なんかね、すごい。 なんだろう、いい意味で面白いなって思うしあのー、はっはってすごいねそうなんですよでもやっぱり家族とかカップルとかだけしかいないような観光地でそれをやってると結構メンタル鍛えられますねこの人、何やってんのっていうねちょっと変わった人っていうね白い目で見られちゃうなるほど、そっ 私も、あのー、あんまりメタにやらないんですけど、はい、1>, 1人で取材行ってうん、うん、自分が顔出ししなきゃいけないうん、うん、宮古島だったんです、はい、街中<ー>で3つ写真を撮りたかったんですね椅子に座って、えー、パソコンを叩いてる。 パソコンを持ってるみたいなね、三、うん、つのカットを取って、うんうん、それをね、一、うん、枚の写真に合成したかったんですよ。見たことあります、ね。すご、はいはい、すごい,すごい、えー、面白い写真だった、ね。さすがに三脚使いました。はい、はい、人がね、いなかったんです、周りに。<laughs> そうなんです。だから、できたけど、お店の、その椅子がある、えっ、ー、と、椅子が置いてある、前、目の前のお店の方、うんうん、じーってね。 からら見れましたこの人、何やってんだろうって通りがかりのね宅配便の方とかもねふーってね、透明に流し目でね見られちゃって、あれ、人混みがねあるところだと、できないできないっていうか、すごい恥ずかしいですよね、すすごいい恥ずかしでよ東京・渋谷のスクランブル交差点なんか行ったらね、大変ですよね、あんなところでね、三脚立てて自撮りなんて言っても、うじろじろ見られちゃう。 なんかデートスポットとかでもそれをやってるとカメラマンかなんかその,その係員の人に間違えられたこともあって。はい お店のスタッフさんに、うん、あの、うん、お客さんにこ、うん、の観光でそのカップルの聖地だったんですけど、そこで三脚を立てて、うん、私がそのカップルの聖地なのに一人で来てるっていう写真が必要だったんですね。はいはい、それを撮ってたらその係員だと思われて、うん、私の後ろに行列ができてカップルの。 次お願いしますみたいなめちゃくちゃイメージできたんですけど今だがね今頭の中にぼっとねはい連想できたんですけど喜んで撮らせていただきました気づいたときには行列ができてたんでわお見られてたってことですね撮影してる現場をはいなので準備って思われたのかなって思ってそれならまあまあよかったんですけど全然終わらなくて撮影が。 本当に、はい、でも楽しい思い出ですけどそうですねそれちょっとネタ的には美味しいですね <laughs> なるほどそんな経験もあるとはい、はい <laughs> はい、ありがとうございますあとねちょっと、えー、どうしようかな あ、じゃ、ちょっと先こっち行っちゃおう。はい。えっと、結構ね、あのブログも、まあ、今はあんまり更新してないみたいですけど、ブログも過去にやってたし。S.、はい、<S N. S. はフェイスブック、ツイッター、インスタグラム、結構発信してますよね。はい、そうですね。ねで、その中でも、今はインスタグラムに特に力を入れている。はい。うん。えっと。 やっぱりその写真を見てもらいたいっていうのが一番あるのでただあのそのそ作品は載せてなくてえっとそのインスタはあくまでもその旅の写真とか沖縄の写真とかそのライティングとかに関係あるような写真だけ。 載せてますすねそううなんでも旅に特化させたアカウントになっているとだから写真すごい綺麗なんですよね海外のね綺麗な景色とかねかと思うとちょっとローカルな場所だったりとかね時々ね写ってんのセルフィーで写ってんのなのでその場所の情報を載せたりとかそういう感じで使ってますね。 そうなんですね、はい、でねあの先ほどからちょっと曲の間にねあのー、<laughs> カメラに向けてツイッターとインスタグラムのアカウントをねはい、はい、表示していたんですがせっかくなので <laughs> <laughs> インスタグラムのアカウントちょっと口頭で読み上げてもらってもいいでしょうかはいどうぞ、えっと、ローマ字でさらさアンダーバー7数字の7ですねはい、はいはい、ローマ字でさらさ アンダーバー7 7, 7が <laughs> えっと鈴木さらさん,さんのインスタグラムのアカウントです、はい、インスタグラムライブ配信とかもやったりしてますライブ配信やったことないんですよね、うん、あやりたいですけど、はい、海外とかでね流せたらすっごい重要あと離島とか そう。もしかしたら途中でブチって切れるかもしれませんけどねネット環境がね不安定にねすごい楽しそうや,いやってみてくださいりありがとうございますはいでそういったところからで、あのー、そういうウェブを活用してこう仕事につながっていったっていうこともあるんですけど、はい、インスタも結構 DM がたくさん来るんですよねそうですね、うん、インスタはもう一日に十件ぐらいはメールがすごいそれがその大体がその 沖縄の記事見ましたととかあその記事を見たのであ今度沖縄に行くのでおすすめ教えてくださいっていう、はい、質問とかがすごい多いですね、はい、あとはそのお仕事<ー>あ、えっと、家族撮影を頼まれたりとか、はい、その旅の写真のアカウントなんでそお仕事の撮影の写真は載せてないんですけど、えー、そこから撮影依頼が時々あったりとかもしますね。はい そうなんです、ね、あとレストランのメニューの撮影頼まれたりとか、うん、はいはいはいなのでインスタグラムすごいすごいですね <laughs> 毎日 DM 来るってすごいわそうです、ね、私全然来ない <laughs> 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 まあグルメとね自分の宣伝用に使ってるようなもんなのでねあれなんですあ全然ってこともないかなたまに来ますかねはいはい,はーいありがとうございました <laughs> あとその海外に、はい うんまあ、一,人で一人旅で行く特に女性なんで海外に一人で、まあ、旅行に行くあと仕事で行くなんていう人にちょっとここは注意した方がいいよ気をつけた方がいいよっていう視点あったりしますか、えっと、気をつけることはですね肌を露出,露出させないとかあそうですねそのさっき言ってたセルフィー、はい、海外でのセルフィーとかの。 仕方もあるんですけど、はいあのー、三脚を立てる場合は、ね、やっぱり人がいないところを選んで私はやってるんですけどカメラね下手すと盗まれちゃいますもんね。でやっぱり観光地とか人が多い場所とか、うん、街中とかだと三脚立てられないので、うんうん、その時はお店の人とかにあ 頼んでますなるほどね、はい。ちょっとちょっとお願いし、ちょっとお店でなんかコーヒー一杯飲んだりとか、あのショップだったなんかちょっと買い物したついでに取ってって頼んじゃんうん、うん。そうですね。ちょっと今外出てきてさみたいな感じで、でねうん、あの頼む人を選んでますね。はいはいはい。うんうん、あとはやっぱりね女性なのでね、あのー、まあ一応ね身の安全をと、はいうこで。<laughs> それは常に警戒してて、<ー>あのローカルな人と遊ぶ機会がすごく多いんですけど、はい、そのフェイスブックを先にあの交換して、その確認中身確認したりとか、うん、その近所の人たちとの雰囲気とかを常に見たりとかしてますね。うん、へー、うん、そっかそっか。多分ね、いろいろあるんでしょうね。そういうのなんかまた本にしちゃうか。 ブログにしちゃうか、うね、インスタグラムで発信しちゃうとね、以かもですね。大学でその講義をしてたんですけど、うん、そういうはいはいはいやってみます。<笑><笑>ね、ぜひぜひ <laughs> ちょっとね読みたい人多分たくさんいると思いますね。かりましたはい。じゃあえーっとねまだまだ話したい,ないところなのですが、いい感じにお時間がきました。<laughs> えー、今日,日のゲストは。えー